常に出てくるのがですね、歴史を直視して未来志向でと、こう言われるんですよね。今日はですね、歴史を直視するというのはどういうことかということをですね、ぜひ皆さん方と考えてみたいと思うんですよ。私は日本の戦前の朝鮮とか台湾の統治、これは欧米諸国の植民地主義、いわゆる略奪だけを目的としたそのものとは違っていたと私は思っております。学校とか病院を作り、道路や鉄道を作り、そういった例えば台湾ではですね、河南大衆といって八田義士がですね、大変な灌漑事業をやりました。ちょうど私は出くわしたんですけど、5月8日の日にはですね、地域の住民たちが集まってですね、八田義士の遺徳をしのんでいると、そういう場面にも出くわしたことがありました。そういった中で私は朝鮮も同じようなことをしてたんだということをですね、皆さん方にご理解いただきたいと思うんです。このパネルを見ていただきたいんですけれども、右側にありますのは、京城に地下鉄と書いてありますけど、実は東京で一番古い地下鉄、銀座線が浅草、渋谷の間に開通したのは1939年、しかし翌年の1940年にはもうこの京城に地下鉄ができてんですね。この例、一例だけでですね、いかに日本が当時の韓国の近代化に熱心であったかということがお分かりになるんじゃないかと、こう思っております。その横のですね、この朝鮮半島の地図でございますけど、この昭和12年度時点でですね、朝鮮の国鉄、私鉄合わせて5000キロのですね、5000キロメートルの鉄道ができてた。そして昭和20年までにはさらに1000キロメートル延長したんですね。この下の写真は観光の大鉄橋ですけど、この大鉄橋ができた明治32年、1899年、我が国が京城と神泉の間に鉄道を敷設するまで鉄道はなかったんですね。だからすごい鉄道網を短期間に作ったということが分かっていただけると思います。この左の方の写真ですけど、これは京城帝国大学です。これは大阪帝国大学よりもですね、7年早く、名古屋帝国大学よりも15年も早く、実は建てられてるんですね。そして、日韓併合の時点では、公立学校はたった100校しかなかった。しかし、昭和5年の段階では、公立小学校は1500校。昭和17年にはですね、4271校の公立学校を設置したんです。しかもこの写真見てください。鉄筋、コンクリートですね。レンガ造りです。私が昭和25年に小学校に入りましたけど、木造のオンボロ校舎でした。本当にそういう意味でですね、私は日本というのは、台湾もそうですけども、朝鮮もないしと同じような、そういう統治をしたんだということを、ご理解いただきたいと思っています。この一番下の女学校などですね、今、日本にあったらこれは文化財指定もんじゃないかなと、このようにさえ思うんですね。午前中、辻元議員がいろいろ言ってました、いわゆる従軍慰安婦の問題でございます。この慰安婦問題がですね、官憲が介入したと誤解させた最初の記事というのは、平成4年のこの記事なんですね。慰安所軍関与を示す資料と。ところがこれですね、この資料をよく見てみますとですね、これはそうじゃないんですね。この
資料というのはですね、悪徳業者が募集に関与しているようなので、注意するようにという、そういう通達なんですね。全く逆なんですよ、逆。当時のですね、朝鮮をこう見てみますとですね、これは真ん中を見ますとですね、道議会選挙、8割以上の人が朝鮮人なんです。そして中西南道の知事、ここにありますように初代、6代、8代、9代、10代、そして昭和20年に至るまで、全部朝鮮人でした。他の道も同じようなものでした。そして、この手順の警察、ナンバー2の警部と高等警部も朝鮮人が務めていた。このような体制で、官権の強制連行というのはですね、考えられないんじゃないですかね。私は今、この従軍慰安婦の問題がですね、世界に広まっている。ソウルの日本大使館の前には、よし従軍慰安婦と称する少女の像がある。アメリカでもですね、朝鮮人の多いニュージャージー州には同じような銅像が建てられ、そして高速道路にですね、大きな看板が出て、日本人が朝鮮女性を20万人セックススレーブにした、性奴隷にした、こういうふうな看板がかけられている。これは私は本当に日本人にとって屈辱だと思うんですよね。こういうことをさせちゃいけないと、こう思うんです。大体ですね、20万人もの女性をさらっていく、その親たちは一体黙って見てたんでしょうかね。やっぱりそんなことはないと思うんですよ。ましてですね、私は、あえて日本の兵隊さん、昔の兵隊さん、もう世界一軍律厳しい軍隊だったと、世界から称賛されたんですね。これはもちろん、日本が、我々の先祖が侮辱されているというのは、これはもう、感化しがたいと。官権が強制連行したんじゃなくて、実はそうじゃなくてですね、これは、一枚だけが、東亜日報の記事ですけど、あとは全部、当時の朝日新聞ですけど、これを見ますとですね、朝鮮人が両家の市場を誘拐して、満州に売り飛ばしたと。17歳と20歳、19歳の日本人だったと、こう書いてありますね。あとは全部ですね、見ても分かりますように、農村の娘に毒画とかね、桃色のそばばくとか、あれはこう警察がしっかりこの仕事をしてたということが全部分かる。日本人が何かやったということは、調べても調べても出てこないんです。私はですね、戦前、日本も貧しかった。ですから、やる慰安婦としてですね、不快に身を投じなければならなかった。そういう悲しい身の上の女性がいっぱいいたということも知ってます。だけど、いかにも朝鮮人だけがですね、従軍慰安婦にされたと。こういうふうなことはですね、やっぱり誤解を解いてもらいたいと。まあ、このように思っているわけでございまして。日本人は職員の情といいますかね、大体お互い分かるでしょうと、あるいは謝ったんだからいいじゃないか、人を騙してはいけない、まあ、小さい頃から教えられますけど、しかし、騙される方が悪いんだと、あるいは嘘も100回言えばですね、本当になるんだと、そう言ってですね、プロパガンダに励んでいる国民もいるということ。そのことを忘れちゃならない。私たちはそういう意味でですね、この国際社会に生きていく上で、ダブルスタンドで生きていかなきゃいけないという、この決意をね、まあ、固めなきゃいかんと思っています。